おはようございます。おはようございます。年末です。年末です、これ、はい、今年1年お世話になりました。皆さんはご視聴ありがとうございました、はい、PR の方もいろいろさせていただいたりとか、フェスをやったりとか、昨年以上に盛り上げることができたのも皆様の おかげかなというふうに思いますので、はい、ありがとうございました、はい、で来年以降もさらに盛り上げていって、再来年ですね、あと1年後ぐらいになりますけども、盆栽村を100周年を迎えますので、それに向けて我々も今動いている最中ですので、引き続き応援していただけたら嬉しいなと思いますし、盆栽 Q をご視聴の皆さんのパワーが伝わってまいります。何何つったろう今。そうですね、皆さんの応援が、我々の力になってますので、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、年末に向けてやっておいた方がいい作業というのを今回やっていきたいと思います。はい、今日やっていく盆栽ちょっと汚らしいですね、うん、申し訳ありません、これは私の盆栽です。梅もどきの、まあ、株立ちのようなものですね。これを買ったのは2年前ぐらいかな、うん、あ去年だ、うん、去年の冬ぐらいかな、はい、まあ、商品の箱に入る、うん、株立ちを作りたいなと思って、うん、で梅もどきって結構足元からですねピョピョピョってちっちゃいのが出てきて株立ちにしやすいんですよ。なのでこれもちょっと見ていただけると分かるんですけども、太い足元から細い大小の幹が出てきて株立ちの雰囲気が出てるんじゃないかなと思って買いました、はい、でやろうやろうと思ってはいたんですけども、ちょっと手を抜いてしまいまして、はい、こうかわいそうな、ね、申し訳ない状態にしてしまいました。なんかいっぱいついてますね、はい、雑草もろもろと、あとちょっと最悪なことに、閲覧注意ですね。閲覧注意ですね。でもね、画面で見るとそんなに分かんないです。なんか虫がついてます、はい、カイガルムシです。カイガルムシ、はい、カイガルムシがいっぱいついてます、はい、これをまずは取ってあげないと、この木の栄養分を取ってしまうんですね、うん、消毒があるんですけど、はい、カイガルムシが活発に動いている時期にやってあげればまあいいはいいんですけど、まあ取れないんですよ、うん、なのでこういうカイガルムシはきれいにまず取ってあげるっていうのが重要なのと、その後にも消毒をやってあげた方がいいっていうことがあります。冬場にしかできない消毒でいうと、石灰溶合剤っていう普段心拍のシャリを塗るときに使う薬剤ですね、はい、あれを、まあ、散布とか塗布をして、塗ってあげることで膜を作ってあげるようなイメージなんですよね。でそれで虫を退治できたりとか、あとは病気にも効くので、冬場にやるんですけど、その作業をやってあげることをやってあげようと思います、はい、ちょっと調子が悪いですね。調子悪いね、寒いからか。なのでまず今日やることはちょっと雑草を抜いて、カイガルムシを取ります。剪定と針金をかけます、うん、でその後に溶合剤をつけていきたいと思います。はい、雑草を抜きましょう。はい、梅もどきは足元がいい木なんですね、うんうん、その座が広いっていうのが魅力なので、こういう周りの苔も取ってあげるとどういう木なのかっていうのが見えてくるので、うん、ちょっと苔も取ってあげます。いわゆる矢子枝を生かしてるってことですよね。そうですね、よく矢子枝出てきたら切るじゃないですか、はい、それを生かすと、元の木が枯れちゃうみたいな、うん、そのまあ、なんかうまいことバランスをとってやってるってこと。いやあのね、梅ぼどきは本当にマイナスなんか梅ぼどき枯れるんですよ結構。あ、矢子枝残しとくと、あそう、ごっそり親が枯れるってことがあって、うんうんうん、ただまだこれも若い木なので、うん、老木になればちょっと枯れるっていう場合もあるんですけど、その辺はあの本数を決めた方がいいかもしれないですね、うんうんうん、あとは今ちょっと単純に伸びてしまってるので、まあ、ハスカシと、うん、まあ、剥がりのような作業をやってあげると枝が混んでくると思いますので。葉っぱないのに。あ、今じゃなくて、ある先に。なるほど。それをやってないんです私、うんうんうん、手抜いちゃって。でそういうのやっとくともっと細かく枝分かれとかができてたかもしれない。そうそうそう、はい、だからざっと取れましたね、はい、下がちょっとすぼまってるような感じが見受けられますね、うん、上の方に力が溜まってそういう形になったのかなって、はい、
梅もどきだと大体典型的な形ですね、これね。なので、まあ、できればちょっと下を見てみたいんですけど、はい、今だとちょっとできないので、最終的にはここぐらいまで埋めるような感じ、もしくはここは苔でちょっと苔を高めに持って、今ちょっと隠す。うん、あの座が広く見えるような感じに作っていけたらいいんじゃないかなと思いますね。で次に正面を決めたいと思います。まず第一に座が一番広く見えるところがいいんじゃないかなというふうに思ってます。今のところ候補は第一にここがね枯れたっぽいんですよね。ここに1本とこれが枯れたので、まあ、ここが一番主幹たちが見えるような場所ですね。株たちの雰囲気っていうのが出てるところ。ただ傷がね見えちゃう。見えちゃう。あ、この梅もどきの傷って結構巻きはいい方なので。大丈夫だ。で、あとはもう一点はここですね。ここ僕がいいなと雰囲気。ちょっと太いのが裏にあるのは気になりますけど、ちょっと低いのでまだいいんじゃないかなっていうのと、この動きがこれが邪魔してるだけで、邪魔してる。これを切ってしまえば動きが出てきて、なんか出っ込み引っ込みがあるような感じがするんで。正面は？正面はここで作りたいと思います。はい。はい、なんでかっていうと、ここに、太いのがあるんですね。主木っていうのは主幹はこれになるんですけど、それよりも太くて、しかもこっちは動いてるのに対してこっちはまっすぐ、はい、っていうのがちょっと気になってしまうので、うん、こっちを正面にして、これを抜いて、これも抜いてあげる。その奥の太いやつですね。そうすると傷口を目立たないで、これがはっきり出てくるし、奥行き感が出るんですよね。はい、裏に細いのが1本あるので、うん、それを活かして遠近感を出してあげたいなというふうに思います。はい、はい、こう幹洗浄する前に枝抜いちゃいましょうか。はい、はい、その方がいいので、ここはもうまず枯れてる場所ですね。これは取っちゃいます。はい、これはもう綺麗に元から取っちゃった方がいいですね。はい、次この太いやつですね。お、今んとここの後ろのやつは使おうと思ってるんで、うん、ちょっと気をつけながら。で、あとはこの邪魔している手前のやつ、正面に来ている枝。はい、あとはジョボスケたちちょっと切って、ヤゴイですね、うん、でも取ってあげようかな。正面に出すぎてるから、うん、これはちょっと流れの方にあるんで取っとこうかな。はい、この辺も取っちゃおうかな。ちょっとピヨと上に長く伸びちゃってる、うん、この辺があるので、うん、で、針金を切っちゃう。そこで切った。皆さんも針金切りを使ってください。こんな感じで、はい、つけましたね。うん、今度は貝殻虫を取っていきたいと思います。で、取り方はいくつかあります。はい、ブラシ、うん、まあ、歯ブラシでもいいと思うんですけど、こういうのでポロポロって取れます。はい、これはホームセンターで売ってる、ナイロン製のやつですね。はい、貝殻虫の特徴としては、なんかね、牙みたいのでくっついてるの、こうやって、うんうんうん、なんでそれを剥がすようなイメージ。はい、貝殻虫って赤いので、赤い、潰れたら潰れたらすぐ分かりますから。もう一個いいのは、はい、これは盆栽級ストアで絶賛販売中ですね。販売中です。はい、ステンレス幹洗いブラシ。毛先がステンの細い束になってるの で長いんですよ、芯が、うん、なので中の方まで入っていくので盆栽にすごいぴったりな、道具になります。はい、これは結構うちの教室でも持ってる人多いし、うん、一つあると絶対便利なので皆さんもぜひ買っていただいた方がいいかなと思います。心拍の皮剥がす時とかね。そうそう、一番使いやすいです。で、こういうのでこうやって落とすことができますん で使っていくとここがね毛羽立ってくるんですよ、うん、なのでそれぐらいになってくると一番取りやすいかもしれない、うん、っていう感じ。はい、ともう一個、うちはスプレーガンがあるんで今回めんどくさいんでそれでやります。はい、で、このスプレーガン
あるといいものランキングでいくとすごい上位になります。あ、そうですか。でもやっぱり高いです。高いので、まああの普通のご家庭だったら逆にそのブラシ、うん、こっちの方が、あるといい上位になると思うので、はい、我々だとこれが一番いいんですけど、こっちは買っといた方がいいかもしれない、うん、でさっきちょっと残した苔なんかも取れるんで、はい、きれいにしていきたいと思います。噴出のその何でしょう、力がいろいろあるので、最初は一番弱くスタートして、もう霧状からスタートして、どれぐらいまでいけるかなっていうので、だん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 強めていく方がいいんじゃないかなと思います、うん、強すぎると幹に傷つけちゃうので、はい、切れちゃうので、指も切れるぐらい強いので、取れてる？取れてるけど、もうちょい強くしてると思う。ほら、出た。正直ね、ちっちゃすぎてよかった。この作業は冬場の雑木、まあ夏でもそうなんですけど、うん、は基本的にやってあげた方がいい作業ですね。なるべく歯ブラシでやるよかはこういうスプレーガンの方が一番手取り早いので、うちではこういう作業やってますけど、夏場からついていた菌とかを、吹き飛ばすことができたりとか、苔っぽいなんだろう緑のやつを飛ばしてあげることによって菌の増殖を防いだりとか、そういうことがありますので、まあ養護剤つけるだけでもいいんですけど、つける前にやってあげることが一番、いいんじゃないかなと思うので、しっかりきれいにしてあげてください。ください、はい、葉っぱがないときはやった方がいいですし、うん、ね、なので基本的にはこう葉刈りとか、うん、春夏だったら葉刈りをした後にやってあげると、うん、木が見えやすくなったときに、枝元とかってすごい何でしょう、水が溜まってこう緑のがついちゃったりするので、そういうのをきれいに取ってあげるっていうのをやってあげた方がいいですね。あとは冬場、寒波が落葉した後にやってあげるといいと思います。で虫とかの予防っていう意味、そうです、はいはい、虫とか病気とか、病気とか、はい、次はちょっと若干剪定をして、気になるところがあったら針金をかけていきたいと思います、はい、剪定なんですけど、まず出管がここになりますね、はい、で頭はこれにしたいなと思ってるので、今だとこの辺をちょっと長いので切っちゃうと思います。この辺もちょっと長いかな。こういう寄せ植えでもなんとなく僕は三角形に作る方が好きなので、うん、そういうイメージでやっていきたいと思います。あとは枯れたところも際で切ってあげるといいですね。ちょっと節のところで切ってあげると、長いところは来年その短いところ出てくるので、こういうのって去年切った枝なんです、ね、去年というか前に切った枝なんですね、うん、はい、でちょっと長く切ってあるんですけど、うん、そういう場所ってもう色が完全に変わってるんですよね。枯れてますね、はい、先端が。なのでそういうのは分かりやすいと思うので、うん、というのは切ってあげましょうか。でこの木の場合これから小枝を作っていきたい、木なので少し長めに枝は残してます、うん、そんなにブツブツ切らないでやってますね。梅もどきの魅力って結構まあずっと伸びやすいんですけど、伸びる枝も少し太るんじゃなくてちょっと細めで出てくるので、うん、それがいいところかもしれないですね。あとはこれで実がつけば一番いいですね、うん、はい、じゃあちょっと今度は、細かく針金を少しかけたいと思います。はい、うん、細いのがかかればいいので、そんなに太いのを動かす必要はないと思ってます、うん。若干ちょっと気になってるのはこの辺をちょっと下げた方がいいんじゃないかなっていうのと、うん、これ裏に持ってきた方がいいんじゃないかなっていうのがあるので、はい、ここは若干太めをかけて、この辺は細めのやつで対応したいと思います、うん、はい、まあ使うか分かんないな、うん、長いですね。長いね。よし、石管が長いんでもしかしたらこの辺で切っちゃうかもしれない、うん。次にもうちょっと太いやつ、
かな。荒っぽいとこはあるんですけど、全体に奥行き感出たかなと思います。はい、でこれで、今度は溶合剤をつけていきたいと思います。はい、カットパスタ塗っていきます。はい、でこれから溶合剤塗るので、こういう液タイプよかはパテタイプの方がいいんじゃないかなと思います。はい、ちょっとパンダみたいになりました。はい、これはだから石灰溶合剤が傷口に入らないようにっていうことですね。はい、今度石灰溶合剤で消毒していきたいんですけど、まあ、2種類3種類かありますね、やり方が。まあ、2種類3種類、うん、3種類あります。はい、1個が、うちなんかはもう散布しちゃうんですよ。もう40リッチャー水張って、希釈して、でスプレーでこうやってファーって散布するやり方。どのぐらいの割合？倍率はね、漂白だとだいたい10か20とか10倍に薄める。はい、で臓器だと、梅とかは強くやってあげたいので、うん、貝殻虫も入りやすいし、はい、なので10倍ぐらいでやりますけど、あとは20とか、うん、もしくは30とかでやったりするんですけど、絵によって50ぐらいでやったりとかってあるんですけど、まあ、うちはちょっと強めでやってますね。まあ、20ぐらいで全部やっとけばいいのかな、まあ、そうそう、一般の人はね。その時の注意点がやっぱり近隣に迷惑がかかるっていうと、はい、まあ相当な匂いがしますし、あとはちょっと風に乗っちゃうと、隣の家に、住宅街だと行ってしまうという恐れがあります。はい、であとは鉄が錆びてしまいますね、うん、金属が。でそこがちょっとネックな部分です。もう一個のやり方がドブ付けをするというやり方あります。はい、ある程度の水を張ってそこに、溶合剤入れて、でこの鉢の逆さまからこうやって入れると、うん、そうすると全体に浸かりますのでいいだろうということですね。そこのメリットとしては、今度は鉢があまり汚れないってことですね。逆さまにつけてこうやって置いておく、根っこにも入らないですし、うん、鉢も汚れないっていうメリットがあります。ただデメリットとしては、量を作らないといけないですね。つけてるだけの、うん、ってことは1個でやるんだったらすごいもったいない気がします。はい、なので何個かいっぱいやるときにやるといい方法かなと思います。はい、ただちょっと手間はかかりますけど、ただ商品サイズの人だったら、それぐらいは全然できると思いますので、うちなんかでかいやつだとそれはできないので散布になっちゃうんですけど。でもう一個、塗布っていうのがあります。はい、塗る方法ですね。今日はこの1個だけやるので塗布でやろうと思います。いつもの溶合剤を塗るときと同じように絵筆でこうやって塗ってあげると全体的に、塗れますので、そういうやり方をしたいなというふうに思います。そのやり方の方が作る量が少なく済むので、それがいいんじゃないかなというふうに思います。それが石灰溶合剤なんですね。はい、倒すなよ絶対自分にかかったらはい、50入りました。入ってます？0.5 入りました。 0.5今だってここ空気入ってましたよ。もうちょい 50作りたいから5作らないといけないね。すっごい倒しそう。もう全然先の量が違う。5ですね。はい、5ミリリットルですね。もっと入ってそうに見えるけど、はい、50作ったら5倍ですよ。そしたら半分で、あそこの一目盛りの半分か。だから50作ったら10倍だ。10倍になっちゃう。だから100まで水入れればいいんですよ。いらねえよそれ。だけどまあまあ希釈的に違くね。あ、グラムだ。うん、100入ってます。はい、20倍です。20倍ですね。で、手袋はした方がいいです、ね、いいです。普通に塗っておけばいいですか。そうです。まんべんなく。で、なんで冬にやるかっていうのは、薬害に関してなんか、はい。あ、すいません。薬害が起きちゃうんですね。うん、なので基本的には冬場にやるっていう。薬害っていうのは薬によって調子悪くなるとか。そうです。
例えば葉っぱとかがもう斑点が出てきちゃったりとか、はいはい、ちょっと枯れ込んできちゃったりとかっていうのがあるんですね、うんうん、なので、基本的には、冬場の気温が下がった時にやるっていうのが理想です。あんまり活動期じゃない時ってことです、うんうん、はい、できました。まず最初にこれすぐ洗いましょう。洗います。固まっちゃうんですか。はい、あ、言ってなかった。あの、手袋をしましょう。さっき言ったよ。言った。あの、溶合剤だとね、強いやつなので皮溶けちゃったりとかもあり得るので、はい、吸収しちゃうので皮膚から手をつけるようにしましょう。こうやって余ったやつは、うん、なるべく流さないようにしてください、はい、うちなんかティッシュとか新聞紙に吸収させて、で、捨ててます。燃えるゴミとか、はい、こういう感じでできました。だいたいあと30分もしてくれば白くなってくると思います。これが今冬にやるべき作業ですね、はい、基本的には漂白も雑巾もやってあげることによって、病害虫を、消毒することができますので、しっかりやってあげるようにしましょう、はい、はい。石灰溶合剤以外でもいいんですか。いろいろあるんですけど、石灰溶合剤は溶合剤にしかない成分っていうのがありますので、なるべくやっぱり溶合剤の方がいいですね。ただ手に入らない、なかなかね、うん、買おうと思えば買えられるんですけど、容量が大きすぎるので、うん、なかなか一般だともううちでも使い切れないぐらいあるので、うん、厳しいかもしれないですけど、まあでもやってあげた方がいいかもしれないですね。そうですね、はい、周りの愛好家の中で、あんまり良くないかもしれないけど、ちょっとシェアしたりとか、うん、という形が一番いいのかなと思うんですけど、個人の責任の中でやってくださいって感じですね。そうですね。いいのか悪いのか分かんない劇薬ですので、はい、本当に人が死んでしまう恐ろしい薬品ではありますので、使用は結構十分注意してたらやってあげることによって盆栽は良くなってきますので、うん、そういう使用用途をしっかり考えながらやってあげてください、はい。でも何もやらないよりは市販の消毒液、そうですね、やっぱり一番効果としては近いのはマシン油っていうのがありますね。んマシン油ってマシン油って書くんですけど、まあ、それはもうコーティングの役割になるんですね、油で。そうすると虫が窒息して、ただそれは油なので、どっちかというとこれは白くなりますけど、マシン油の場合はテッカテカなんですよ、木が、うん、っていう効果あのやつ。あとは三葉類かな、一番近いのは殺菌殺虫なんですけど、殺菌殺虫剤なので似たような効果だけど、やっぱり意味合いとしてはちょっと違うんですよ、うん、向こうは殺菌殺虫剤なので、こっちは殺菌殺虫剤プラスもコーティングという役割があるので、うん、本当の同じ効果ではないんですけど、はい、そういうものもありますよって話ですね。今日はこの商品の梅もどきを作るっていうことと、今やった方がいい消毒をやりました。皆さんもぜひこの時期にやるべき作業をやってあげるといいと思います。この動画がよろしいと思いましたら、チャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。お願いいたします。ドルフォボールイスクリビティアルカナール合ってる。チャオ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 。オラオラは違う。チャオ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 。猫の餌みたい。でもこっちは動いてるに対してこっちは少しまっすぐっていうのが気になるので、はい、これを抜いてあげて。あ、それ抜く。ごめんなさい、抜かない。あ、抜かないどっち抜かないでいいですね。抜かないですね、はい。今回はちょっとこれは残してやりたいと思うんですけど、うん、そこね、もしかしたらこれは後々抜くかもしれない。後々抜くかもしれないんだ、はい。今日は残さないで作ります。今日は残さないだったら切ることになるだよ。あ、今日は残して作りますちょっと調子悪いね今日はい、はい、残して作ると、はい、はい、お願いします。ごめんなさい、取りますどっちだよあの、苗がスッキリに見える。うん、じゃあもう一回最初から言って。